どうも皆さんこんにちはさに時刻になりましたこれより環境フォーラム d a 1を開催いたします、えー、本日総合の司会を務めさせていただきます私 FM 群馬 YY グルービンという番組のパーソナリティをしておりますラジオパーソナリティ内藤聡と申しますどうぞ皆さんよろしくお願いいたしますありがとうございます さて、えー、本日、群馬県ではです、ね、県の環境、えー、課題について学びつつ自ら考え課題解決に向けた、えー、取り組みを促進するための群馬県環境アドバイザー連絡協議会との共生により環境フォーラムを実施しております。 さて今年度は環境フォーラムゴミ減量脱炭素と題してですね2日間にわたりまして実施をいたします本日開催されます環境フォーラム d a y 1のテーマは私たちにできるゴミ減量と題しましてお送りしてまいります二部構成になっております 前半の部はです、ね、企業の取り組み事例のご紹介または基調講演を行いまして後半の部は山本知事そしてです、ねえー、県民の皆さんとのオンラインそんなです、ね、雑談会をお送りしてまいりますこの雑談会でもです、ね、もちろんなんですけどもゴミというものについて皆さんの考えなども一緒にお持ち合わせいただきながらご覧いただくまたは拝聴、ね、していただければと存じます。ななんとととくそのののゴミと言いますと僕もも普段の生活の中では今日もこう マイボトルを持ち歩いていたりとかするんですが、えー、できるだけ、えー、無駄なものは使わないようにしよう、えー、そういうものの取り組みだったりとか僕も毎朝番組を進めさせていただいているんですがスタジオの中に持ち込むものっていうのもできるだけゴミを少なくしよう、えー、そんな動きがいつの間にか当たり前のようになりましたうちの妻もお弁当ももちろんリサイクルできるもの、えー、またはビニール袋などもできるだけ使わないようにするあとはね僕ね基本的にあのバーベキューが好きだったりとかするんですがバーベキューの時にどこか に出かけます。その時にお肉のパックとかどうしてもゴミになってしまうんですね。そういうものを事前にもう置いていく、できるだけ使わない、そんなものの取り組みも一つなのかななと思いながら今日は参加させていただきたいと思っております。 実は私、事ですが県のです、ね、公認環境 SDGs ファシリテーターとして、えー、認定を受けまして主に気候危機等に関します、えー、環境問題の解決に向けた取り組みを推進する、えー、役割を拝命いたしました。 本日のテーマでありますゴミ減量も環境問題の貴重な重要なテーマの一つであることを皆さんもご存知の通りでございますえ皆さんと一緒に楽しく学べる時間にしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします さて本日のですねプログラムこちらになりますえ会場の皆さんにもご覧いただきますが YouTube 今えご覧いただいている皆さんもこちらのプログラムご覧になってくださいえ第1部は午後2時から主催者の挨拶そしてですね企業の取り組み事例などのご紹介です株式会社良品計画群馬事業部様そして株式会社ザスパ様などの取り組みをご紹介いただきますその後貴重講演 県環境森林部廃棄物リサイクル化、えー、そのですね、えー、放送の皆さんからもご紹介をいただきます第二部は山本知事と県民のオンライン座談会ということでゴミを減らすための楽しく面白いアイデア取り組み引き出すプロジェクトということで、えー、本日知事もご参加いただくそんな二部構成でございます 終了予定は午後４時３０分を予定しております。途中２０分間の休憩も予定しておりますので、皆様のスケジュールに合わせてご覧いただくまたはご参加いただければと存じます。さあそれでは早速主催者であります群馬県環境森林部環境政策課の水沢俊也課長よりご挨拶をさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。拍手でお迎えくださいませ。よろしくお願いいたします。 えー、皆さん、こんにちは。えー、今、ご紹介いただきました、環境政策課の水沢と申します。主催者を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます、えー。本日はお忙しい中、環境フォーラムに参加していただきまして、ありがとうございます。えー、環境問題といいますと、このあ最近の報道では、エジプトで COP27 が開催されておりましたけれども、現在の最大の環境課題の一つは、気候変動。 だろうと思っておりますその影響は身近なところでも出ておりまして今年の6月になりますけれども伊勢崎市において6月に国内で初めて観測史上初めて40度を超える気温が観測されております世界では平均気温の上昇を産業革命前と比べて1.5度以内に抑えるということでいろんな取り組みがされておりますけれども えー、この辺のこともです、ね、県では実施しているというところであります、また環境問題、地球規模のものだけでなくてです、ね、ゴ、え、ミ、ー、問題というのも大きな課題の一つになっております、ご承知のことかと思いますけれども、群馬県は1人1日当たりのゴミの排出量が多い方から6番目になっております。 また生活系のゴミに関して言えば、一番多いということになっております。リサイクル率もあまり高く、全国平均に比べて高くございません。このような気候変動、脱炭素にしても、ゴミ問題にしてもです、ね、重要なのは、私たちの普段の生活を変えていくこと、ライフスタイルを変更していくことだろうというふうに考えております。本県では、温室効果ガス排出ゼロ。 プラスチックごみゼロを含めた5つのゼロ宣言をを行行っっててな取りり組みを行っております、えー、ただ、こうした生活に密着した課題を解決するのは一番難しいというふうに考えております。えー、そこで、えー、今年の環境フォーラムでありますけれども、えー、ごみの減量と脱炭素をテーマとして、2日間にわたってお送りすることになりました。 日このあと第1部では、えー、企業の取り組みそして基調、えー、講演そして第2部では、えー、ポリポリガブという新しい、えー、コミュニケーションプラットフォームを用いてこの7月にですねゴミの減量に向けたアイディアというのを募集しておりますネット上でそのような意見を募集しております。 えここで頂い,いたアイデアをもとに、山本知事とこのポリポリガブというのを運用している伊藤代表が、その意見を提出していただいた方と、オンライン座談会を開催し、その様子をライブ配信する予定となっております。これらをご覧になった皆さんが、地域の環境問題の解決に向けて、自ら考え,え、地域や家庭においてえ行動するきっかけになることを願っております。 え本日は限られた時間でありますけれどもどうぞよろしくお願いいたしますどうもありがとうございます水沢課長よりお言葉を頂戴いたしましたさあ続きまして教催であります群馬県環境アドバイザー連絡協議会第12期代表でいらっしゃいます西村豊様よりご挨拶をさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますこんにちは 群馬県環境アドバイザー連絡協議会の代表を務めさせていただいております西村と申しますよろしくお願いいたします今回のフォーラムは案内にもありますように SDGs17 のゴールのうち少なくとも13が環境に関連したもので環境アドバイザーの活動にも大きく関連しております群馬県の公認環境 SDGs ファシリティーターには環境アドバイザーの方も登録され活動しております 先ほども出たように温室効果ガスを2030年までに半減2050年実質ゼロが求められる中今年はゴミの減量と脱炭素をテーマに2日間にわたりフォーラムが開催されます参加していただいた皆さんは環境,環境問題を学び解決していくために自ら活動していくことが期待されております、まあ、リーダーダとして地域や家庭での 積極的に行動していただきたいと思います。環境アドバイザー連絡協議会はゴミ部会、地球あ温暖化エネルギー部会、自然環境部会、広報委員会と地域で活動している地区会があります。どなたも参加できますので登録して参加していただきたいと思います。これからもあで地域の活動でですね、今あの課長さんの方からもお話しあったように各家庭のですね家庭や民間の 削減をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。西村様どうもありがとうございました。さてそれではですね早速プログラムに移りたいと思います。まずはじめにゴミ減量に関する企業の取り組み事例についてご紹介をいただきたいと存じます。 この取り組み事例をご紹介いただく企業は、えー、今年度県公認環境 SDGs ファシリテーターにもなられました、川岸雄介、えー、さんが所属します、株式会社ザスパ様と、下田カ江さんが所属しています、株式会社、えー、良品計画群馬事業部様でございます。 さあ、それでは、まず最初にですね。一社目にご紹介いただきますのは、株式会社良品計画群馬事業部様でございます。それでは、よろしくお願いいたします。改めて拍手でお迎えください。株式会社良品計画群馬事業部、中村様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様、初めまして、先ほどご紹介に預かりました、株式会社良品計画群馬事業部長の中村と申します。本日はよろしくお願いいたします。 この後は座ってお話しさせていただきますす失礼いたしますまず我々株式会社良品計画なんですが無印良品を主な事業として運営をしております群馬県では6店舗今展開をしておりましてこの後出店拡大に向けてさまざまな企業様とコミュニケーションを今取っておりますまずはじめに無印良品なんですけども1980年今から約40年前にスーパーの声優の プラライベートブランドとして誕生しました誕生した当時はこの写真にある通りたった40品目からスタートしまして今は7000品目を超えるまでになっております我々無印良品のサステナビリティというところに関しましては感じよい暮らしと社会に向けてのグローバルにそして我々は事業会社である以上高収益企業体を今目指しております まあその中で良品計画としてまあ良心とクリエイティブまあそこをしっかりと両軸でシンプルに美しい暮らしを願うお客様にまあ最良で最強な暮らしの基本の普遍をしっかりと提供していきたいと今え考えております、まあ、その中で我々どんなことを考えているのかというところですけれどもちょっと細かいですけれどもまずはえサスティナビリティというところで じゃあそもそも無印良品というのは何を目指しているのかというところですが我々が目指すというところに関してはこの無印良品というものを通じていわゆる商品サービスを通じて生活の簡素に美しく整えることいわゆる無印良品ってよくシンプルだというふうに言われてますがその無印良品の商品の成り立ちには訳があるというところで どんなこだわりがあるのかというところがしっかりとお客様に伝える、生活者に伝えるというところが今の当社の課題になっているというふうに考えております。その中で、例えばですが、このようにキルギス、世界各国で貧しい国というところはやはりございます。日本だけで見れば GDP とかっていうのは世界上位となっておりますが、そういった国々、 の方に生産だったりとかこういったところを考えるというところが大事になってくるというふうに考えております、まあ、そして商いを通じて社会に貢献するというところでここに関しては商品開発について簡単にお話しします我々商品に関しては3つのわけというものを大事にしております素材の選択そして工程の点検放送の簡略化と いうところは今も変わらない考え方となっておりますこの後一つずつ説明をしてまいりますまず一つ目が素材の選択ですまあ我々は何でもかんでも商品化するというわけではなくしっかりと我々が使う素材というものにこだわりを持っていますまあ品質変わらないのに実は捨てられているものだったりとか 原材料、まあ、安価で大量に確保できるような生活の知恵というものを世界中から探してくるといった活動を行っています、まあ、例えば代表例の商品例えば皆様から見て右側の硬質パルプという商品ですがこれはあくまで業務用の素材でした、まあ、それを軽くて耐久性があるといったところで我々は古紙を 再利用した素材として収納用品だったたりとととかいいいいろろんな使い方というところで提案をしていますただ我々は商品名にこれこれの使い方をしてくださいといった押し付けということはあまりせずお客様がまあその余白を残しながら考えてもらうといったところにも大事にしていますまあそして工程の点検というところでまあ1つの商品ができるまでにさまざまなプロセスがございますその中で実は やらななくてももいいいい作業工程っていうののはないのか例えば同じような形サイズのものを選ぶというものもその作業がなくなれば商品化するまでの時間が短縮できるといったこともございます例えば一番左の商品ですがお菓子の不揃いシリーズこちらの商品に関してはものによっては8個入り7個入り大きさによって変わります まあ通常スーパーマーケットとかに並んでいるようなものっていうのはだいたい形とか見た目っていうのは同じなんですけども我々は形や見た目が違っても味っていうものは変わらないっていうことが当時の考え方それを今なお取り入れていますそして最後に包装の簡略化ですまあ使う時買う時には便利な包装でも実は全て捨てられてもらう捨てられてもらう 捨ててられてしままうっていういいもものも多くございます、まあ、例えばボールペンとかもそうですね我々の商品というのはタグシールが貼られてそのまま店頭に並んでますのでもうそのまま利用いただけるあとはよくスーパーとかですと、まあ、こういったレトルトシリーズというものは箱入りというものが一般的ですけれども我々はこのレトルトパウチの状態で販売をする、まあ、そして寝具のカバーといったものはお客様が実際 その肌触りを確かめていただけるように紐でくくらえているだけで展開をしています。こういった3つのわけというものを大事にしながら商品開発を行っています。そして原材料の調達の考え方というものにも大事にしておりまして我々はやはり世界中のあらゆる地域からいろいろな素材、綿、まあ、や麻ウールといった天然素材といったものを 探し例えば、綿で言いますと無印良品はオーガニックコットン、まあ、オーガニックコットンというのは農薬や化学肥料を3年以上使用していない土地で栽培された綿の綿花のことを指します。これをもういわゆる一般的な綿として商品、素材として使っています。またこういったダウンだったりとかウールといったものにもしっかりとこだわりを持って お客様にに提供するために素材の選択を行っていま,すまた環境への配慮というところでいわゆる環境マネジメントそして環境への方針ということも会社として考えておりまして例えば先ほど言ったオーガニックという切り口ですとコーヒーでも考えておりますしそしてこういった洗濯の洗剤シリーズ といったものに関しましても2019年10月から発売をしておりまして本当に必要な成分以外は全て省いて無香料、無着色で販売をするといった考え方がございますそして廃棄物の削減ということに関しましても当時から考えておりましてこれは1980年からこの3つの訳を大事にしながら どういったことができるのかということでちょっと事例を紹介いたしますが例えばこちらの取り組みというのはリムジと呼んでおりましてお客様が実際無印良品のお洋服購入されて数年経ってサイズがもうちょっと切れなくなってしまったとかちょっと色落ちが激しくなったのでもうちょっと使えないといったものをもう一度回収して一度それを手を加えることで 再び販売すするといった取りり組みとなりますこちらの写真に関しましては無印良品ではなく屋号としては無地新宿という店舗で東京の新宿区にある店舗ですこちらの店舗はそういった環境への配慮というものを前面に落ち出した店舗となっておりましてこういった一度お客様から染め回収した衣料品を一度我々が 染め直ししてて再度販売するとといいうところでお客様に提供していますまたレジ袋シェアバッグの取り組みというところでどうしても安価という視点で考えると紙よりもプラスチックの方が安くまたこういった大きな袋というのはその時は必要だけれどもその後は不必要ということで この写真のバッグというのは一度お客様に購入いただけますが再度店舗にお持ち込みいただくとその商品代をお返しするというところでもう一度このシェアバッグを使うといった取り組みとなっていますまたすべて100%までは至っていない部分もございますがパッケージの素材というものには今切り替えを行っておりましてこういったプラスチック製で 今までは取り組んでいたものをすべて紙製に変えるといった取り組みも今随時行っています。また店舗によってはですね、こういった自分でつ、えー、まあボトルというものを販売しておりまして、給水のサービスということで無料でお客様にまあご自身のお持ちのマイボトルでも結構ですし。 今飲んでいるものに追加いただくとことも可能ですがこういった給水器の利用ということで水の提供も行っていますまたペットボトルで販売をしていた飲み物に関しては今はすべてアルミ缶というものに切り替えを行いましたまあなぜアルミ缶なのかというところですが日本国内のリサイクル率がまあ約98%というところで この缶から缶へというところが70%と繰り返しリサイクルされる素材として我々は缶を選択するといったところでアルミ缶というところに関しては遮光ができ賞味期限が長くなりかつそれがフードロスにもつながるというところで我々は考えておりますちょっと駆け足になった部分もございますが我々株式会社の良品計画に関しましてはこういった 環境への配慮というものを考えながら事業運営をしております今後お客様として皆さんが無印良品の店舗にご来場されるときにそういった取り組みのわけま背景というものをしっかりと伝えられるようにしていき,なしていきたいと考えております引き続きご愛用いただければ幸いです私からの説明は以上となりますどうもありがとうございました 中村様に、えー、貴重なお話をお伺いいたしました1980年のもう、えー、立ち上がりからですねそこから本当にあの数多くの商品今はもう7000アイテムが揃っていらっしゃるんですね あの僕らの生活にとっても、えー、非常に身近な無印良品さんでございますがその取り組みの細かさというかいろんなものというのは実は今日初めて知られた方も多かったりとかするのかもしれません、えー、僕もプライベートで使わせていただいたりとかしますけれどもでもそういうものを頭に入れて買い物に出かけるだけでも、えー、随分の環境にも配慮になるのかなとお話を伺いましたどうもありがとうございました。 さて、続きましての講演をですね。株式会社ザスパ様にお願いいたします。さあ、それでは株式会社ザスパ様代表取締役社長でいらっしゃいます。石井社長、どうぞよろしくお願いいたします。拍手でお迎えくださいませ。よろしくお願いします。改めてご紹介預かりました。株式会社ザスパの代表をさせていただいてます石井と申します。ここからはですね。あの座らさせていただいてですね。皆様にご説明したいと思います。 それではです、ね、まずあの、私たちのです、ね、どういうことをしているかといいますと地元の方なのでおあの知っている方も多いと思いますけれどもザ・スパクサズ群馬はです、ね、15年前からですね J2 リーグにですね参画しているあのプロのサッカークラブでございます、まあ、ここからちょうどですねこの県庁からも見える県のですね正田醤油スタジアム群馬で年間21試合の試合を開催しているというところでございます。 少し最近のですね我々の試合の風景というのをですね映像で見ていただきたいと思います。 こういった形で,です、ね、特に今年の夏はです、ね、あのコロナでいろんなお祭りがなくなってしまったとか学校の行事がなくなってしまった、まあ、こういう声がです、ね、多く聞かれましたので今年のです、ね、夏の公式戦4試合あったんですけども夏ザスパというコンセプトで,です、ね、まさに試合そのものをお祭りのようにしてしまおうということで多くの県民の方に楽しんでいただいたという感じでございます。で当然のののこことなががらです、ね、こういった多くの県民の方が まあ一番多いシェアでは5087名の方がです、ねえー、来て応援したりサッカーを楽しんだり先ほど見ていただいたようにいろんなスタジアムグルメというものを楽しんでいただくわけなんですけども当然そこにはです、ね、あのゴミというものが出てくるということで,です、ね、我々はこの公式戦というものと、まあ、これがですね先ほど言ったように年間21試合ございます。 そしてその他の時にもですね、ホームタウン活動というのをやってまして、まあ、こういった中でですね、こういった環境意識あるいは SDGs につながるようなものをですね、どうやって作っていったらいいのかということを最近すごく考えております。 ただ、ここでですね聞かれた方はですね思うと思うんですけれどもまあどんなにですねザスパがいろんなことをやったとしてもあくまでもですね我々の公式戦は先ほど言ったように21試合に過ぎないですし我々のホームタウン活動もすべてのですね群馬県の市町村の中でですね365日できるわけではないとじゃあそういった中で我々が環境に優しいあるいは群馬の未来をつくるような活動のために何をすればいいのかと。 いうふうに言いますと我々は点に過ぎないんですけれどもこういった中で環境に対する認知であるとかあとはより環境に優しいゴミを出さないリサイクルにつながるような行動とか体験ですねあるいはそこから生まれるような習慣こういったものがです、ね、スタジアムであるいは我々のホームタウン活動で身についてくるとだんだんそういった点としての活動が面になって 群馬拳銃が環境に優しいものにつながるんじゃないかっていうですね。こういう我々の立ち位置だなというのを最近考えております。例えば、じゃあどういうことをやっているのかというのを少しご紹介します。とスタジアムですね。ま従来はもう本当に投げ込み型のゴミ。 ステーションというのを置いてまして分別も何もせずにまあ皆さんね捨てていただけるという形だったんですけども今年からはですねこのエコステーションというのを設置しましてゴミをですね要するに分別するっていうですねこういう仕組みに変えてますスタジアム中にですね人が通るところにすべてゴミ捨てるところはこのエコステーションというものにですね設置していますこのエコステーションをですね設置してまず何が変わったかといいますと ゴミをを捨ててるるにに分別をしてくれるようになった例えばこれ非常にこう面白い現象がですね今年の夏起こっていたんですけどもこのエコステーションのところに例えばお父さんお母さんがペットボトルをですね捨てようとしたらですね今小学生中学生の方が意識が高いんですよね小学生中学生の多く来ていただいたお子さんが「パパそれそのまま捨てちゃダメだよ」って言ってそのお父さんが捨てようとしたペットボトルを取ってですねキャップを外して ラベルをベベリッと剥がしてですねラベルは燃えるゴミのところにペットボトルはペットボトルのリサイクルのところにキャップはキャップのところになんと子供がですねそういう風にやってるとそしたらそれを見た親が驚いてですねあんたこれどこで学んだのって言ったらいや学校ではみんなこうやってるよっていうですねつまり子供たちが学んだことっていうのがたまたまこのスタジアムのエコステーションというのがあったことによって親たちがあ 今はそうやってゴミを捨てるようになっているんだというのをですね、学ぶ機会になっているわけです。また今年はですね、この紙コップですね当然スタジアムではいろんなドリンクとかビールを飲む方が多くいらっしゃる紙コップをですね、かなり多く消費するというのはございますこの紙コップというのがですね、非常にちょっとリサイクルがしづらいものになっているということでこれはですね、国際紙パルプ商事さんというところと実験的にですね この紙コップの回収リサイクルということをやり始めていますまた群生社さんというです、ね、企業さんとこれはクリエイティブリユース体験というふうに言いまして要するにゴミとして回収したものできれいなもので夏休みの工作に使えるものをです、ね、並べましてここでぜひ夏休みの工作をやってくださいとそうするとゴミとして捨てられたものが、ね、あら不思議と夏休みの工作に早変わりと。 いいいうううにななるようなこういった体験をしています、まあ、その他やはりですねこの緑の大事さというものを感じてもらうためにこの正田醤油スタジアム群馬でですね芝生の開放イベントをやったりとか、まあ、こういったですねスポンサーさんの社員と一緒にこのゴミ拾い清掃活動というのをやって分別をしたりとかあとはですねホームタウン活動の中では保育園でですねこういった芝植え体験イベントやはり子どもの頃からこういった緑を増やすっていうですね 現体験を作るということがですね環境に優しい行動としてすごく大事なことではないかと思ってやっておりますさてこれからですね、まあ、こういったですね、えー、点を面にするということを我々やってきてるんですけどもさらにそれをですねパワーアップできないかということを今考えていますどういうことかといいますとさらにそれをですねこの仕組みにできないかと例えば紙コップであればですね21試合我々が試合の中でやってるんですけども この試合の中で紙コップをやっているものをですね、例えば365インチやっている飲食店とかですね、あるいはいろんなお店とかに取り入れたらこれがさらに365インチリサイクルされる取り組みになるとそれはいわゆる容器ですね、それから捨ててしまうようなお箸とかプラスチックのスプーンみたいなものもこれも再生可能なものにすれば。 生活が変わっていくかもしれないペットボトルにしてもそうですし先ほど良品計画さんのところであったようなアルミみたいなものもそうかもしれません、まあ、こういったものっていうのはいろんな企業が連携していかないとこういった仕組み化っていうのが起きませんので、まあ、来シーズンからはです、ね、このザスパイエコスタジアムプロジェクトというのを立ち上げてです、ね、ここの熱源でいろんな企業さんにですねどうやったらより環境に優しい生活習慣というのが仕組みとして回るようになるのかということをですね 話しし合いいいいいながらワークショップをしててきたいという,ふうに思っています。またスタジアムの中でですねいろんな実証実験というのをやることによってこの群馬というものが非常に環境に優しい県になるようなことをどん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 加速するような存在として我々やっていきたいと思っています、まあ、こういったことをやる背景にはですね実は J リーグさんも環境省さんと提携をしましてですねとにかく全日本のですね J リーグの公式戦を カーボンオフセットにしていきたいと、まあ、こういった取り組みも今後押しをしていただいているという感じです、まあ、こういった中でですね我々ザスパがきっかけというスローガンで今シーズンから走ってきてますけどもこの環境とゴミを減らすということにおいてもですねこういった仕組み作りにおいてザスパがきっかけになっていきたいというふうに思ってますのであの引き続きですね皆様と共にですね こういった活動というのをですね広げていきたいと思いますのでぜひ一緒にやっていければと思っていますあの支え方ではありますがザスパクサ津群馬のですね環境に対する取り組みの事例紹介でありましたありがとうございますどうもありがとうございましたさて、えー、株式会社ザスパ石井社長からの、えー、ご説明いただきましたどうもありがとうございました さてあのお話の中にも「ザスパがきっかけ」っていう言葉がありましたねで夏休みの課題をその廃材の中から子どもたちが新たな命をこう吹き込むというかその役割ってものすごく大きなことだと思いますがあのスタジアムに行っただけでもワクワクするのにそこに吹かして何かがプレゼントされるって最高に嬉しいですね社長ね。 そうですねまさにその通りだと思ってます、ねはい、あのやっぱりスタジアムに来るときって家族で来ますし、えー、やっぱりそこであのこういった分別とかリサイクルみたいなものがあると当然、試合が始まるまで時間がありますので、はい、そこで皆さんが体験していただいて学習していただくというですねこういった本当に点というものを作れるんじゃないかなと思ってやり始めた行動です。 あのサッカーの試合はもちろんなんですけれども身近なサッカーチーム群馬のチームがそういう活動をしているということをまず僕らが知るというのは非常にいいことだなと思っておりますしで先ほどもあの社長の方からも無印さんのお話がありましたがあの今回、中村さんいろいろとアドバイスをいただきましたで初めて知ることもたくさんあったと思いますけども,もうまさにこの2つの大きな企業がですねえ一緒にタッグを組むだけでも随分と変わってくるような感じがいたしますけども今日ですねお越しいただいている会場の皆さんの中にも せっかくですからこのえ2つのですねえ会社の取り組みお聞きいただいて何かこ質問または感想とかですねえお伝えになりたい方いらっしゃいますでしょうかいきなりこう振られてすっと手が挙げられるそんなタイミングなかなかないかもしれませんけどもぜひこんなチャンスございませんのでいかがでしょうどうですかありがとうございます前の男性の方にお話をマイクありがとうございますえっと非常にあの面白い発言ありがとうございました。 えとですね、あの先ほどの、えー、と最後の方のお話と関連するんですけども、企業同士でつながるっていうのは、非常に僕はいいことだと思うんです、で、えーと、無印さんの方の取り組み、すごく感心しましたけども、これが県内の他の企業さんとどうやって連携を取ってらっしゃるのか、今のところ、東京の方だとですね、環境担当の人たちのグループがあって、それで情報交換をしながらやってるっていうのも知ってるんですけども、 群馬県内ではどんなような取り組みになっているのか教えていただけると助かります。いかがでしょうか。えっとまあ、環境ということをまあ、切り口にですね。じゃあ群馬でじゃあ違うような動きができているかっていうとまあこれはえっと正直これからかなというふうに思っています。えっと我々はまだ6店舗しか群馬で店舗数がないのでやはり拠点をまずは構える。 その後に、まあ、その地域地域に、まあ、いろんな課題がおありかと思いますので、まあ、そういったところでアプローチをするということで、まあ、ちょっと切り口が変わるんですけども、えっと、10月には防災イベントというところで前橋の日赤跡地で我々もイベントを行って防災の取り組みを皆さんの日常生活にどうやって根付いてもらうかということを行っていますので、まあ、先ほどの,あのご質問にあった通りあの例えばザスパさんと一緒に。 あのこの講演が始まる前も何か一緒に面白いことができたらいいですねということをちょっと会話しているのでまあそういった環境といったあの取り組みというところもまあ今後ちょっと協議できればなというふうに今ちょうどあのお話がありましたけども、えー、もうすでにじゃあお二人は今日何かができたらいいなというお話をされてたんですね。<laughs> ってなってくると非常に僕らも今後の,の群馬県民としても何が起こるんだろうと。で逆にその ザスパさんにしてもですね社長ね、あれもいろんな企業の方と取り組みが先ほどご紹介になられていましたもうすでにいろんな企業の方とこう取り組みをされている、例えば今後どういうことを考えていらっしゃるとかビジョンがあったりとかするんでしょうか。はいいありがとうございますあのまさにここに書いてあるとおり、ダスパがきっかけということで、われわれ自身はそんなに大きな会社でもありませんし。 本当に点を打ち込むことしかできないんですけどもまあ逆に言うとここの場所と我々の存在といったものがいろんな企業をこうつなぎ合わせるそこから新しい仕組みを作るまあそんなきっかけを提供できるかなというふうに思ってますんで我々は逆に言うとそのサッカーというですねあのサッカーって本当にボールがあってフィールドがあれば誰でもそこでサッカーできちゃうというですねこういう強いものを持ってますんでまあこういったこのサッカーのスピリッツを持ってですね いろんな企業をつなげていくっていうことをしたいなというふうに思ってますしあとはですね企業ってどうしても競争関係ってあるじゃないですか、はい、でその競争してるような会社をこの環境というテーマでつなげるこの間にもこのサッカーというものがですねうまく。 入り込めるんじゃないかなと思ってまして我々サッカーは本当にいろんな群馬の企業人々をつなげる存在でありたいというのがビジョンでありますありがとうございますいやーいいですねあのだって今日ちょうどクシコもですね明日は日本代表が、えー、ドイツ戦ワールドカップいよいよスタートするというタイミングでございますし、えー、サッカーというものが非常に身近な、えー、そんなね、えー、存在ではありだと思います他には会場の皆さんご質問いかがでしょうかありがとうございます僕の男性の方挙手、えー、いただきましたマイクの方よろしくお願いいたしますありがとうございます はいえー、ザスパーさん、素晴らしい取り組み、これはちょっと直接関係ないんですけど、これからやっぱりあのザスパーさんがこう PR するためには大事なことかと思うんですけど、というのは今、失礼ですけど、ザスパーさん、J2 ですよね、この群馬の場合、行方とか毎生とか、かなりあの高校では全国優勝したり、私、前から不思議なんですけど、 群馬の地元の人、例えばイクエルの選手とか、そういうのをどんどん積極的に取れれば、J1 になってもおかしくないし、また J1 になれば、こういう環境問題、これだけ取り組んでいると、より PR になりますよね、その辺、あれですか、地元の選手を積極的に取るっていう考え方はど、どうなんですかね。ありがとうございます。 あの今でもですね6、7名、えー、全体で8名ぐらいですかねあの群馬の選手活躍していますが育英からも田部井選手というです、ね、選手が来て活躍しているんですけどもそうですねあのおっしゃる通りでより群馬の方にこうアスリート、まあ、サッカー選手がですねより我々のクラブに入っていただくためには本当に我々のクラブがもっと魅力ある存在でなければならないと。 いう,ふうに思ってますその選ばれるですねクラブになるように一歩一歩今ですね進化を続けようと示まして2024年にですねこの前橋のところに新しい練習場ができるんですけども、まあ、そのローズタウンにできる練習場なんかがですねもう少し群馬の選手たちがですねあこの環境があるんだったらザスパで。 プロ選手になりたいっていうですね、そういうきっかけになるんじゃないかなというふうに思っています。あの非常に今優秀な選手はですね、全国で取り合いが起こってますんで、あの我々のクラブもあのぜひ期待いというふうになるように頑張ってまいりますんで、あの失った激励ありがとうございます。どうもありがとうございます。でもあのすてがザスパがきっかけ。 まさにこの熱源の強がきっかけになるかもしれませんから、えー、ぜひこれからもやっぱり注目ですね、えー、応援していただければと思います。さあ、ご質問もどうもありがとうございました。えー、この時間もですね、改めまして株式会社良品計画群馬事業部長でございます中村部長、そしてですねザスパ草ク群馬、えー、株式会社ザスパ石井社長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。 さて素晴らしい事例をご紹介いただきましたねえー、さてここなんですがここからなんですが続きまして次のプログラムに移りたいと思います さあ次は群馬県ののゴミの現状についてなんです5月30日の報道提供で群馬県の一般廃棄物の排出、えー、処理状況、こちらが令和2年度の情報なんですが、について、えー、群馬県が直面しているゴミ問題の現状をお伝えしたところです。本日のテーマが私たちにできるゴミ減量ということで、えー、群馬県が直面していますこのゴミ問題などについてですね、えー、現状を学びつつ私たちができる取り組みはどのようなものがあるのか考えるきっかけにしたい と思いますさあ今回群馬県の環境森林部廃棄物リサイクル化の荒井高幸補佐によるインタビュー形式により群馬県のゴミの現状や取り組みについてお話を伺いたいと思います、えー、新井様よろしくお願いいたしますどうぞ拍手でお迎えくださいよろしくお願いいたしますさてここからはですね新井様と、えー、マイクをお持ちいただきましてどうぞどうぞお座りいただきましてですね えー、今日はよよろろししししくくおお願願いいいたまますす,お願いします先ほどいろいろと企業様の取り組みなどのお話を聞くとゴミの対策というものをいろんな方が考えていらっしゃるとで直面している部分でアラ新井保佐にです、ね、今日いろいろとお話を伺ってまいりますがアラインさん、実際にそのゴミというものがやはりここ数年で減量、えー、という部分では変化はしているというものはお感じになられたりとかするんでしょうか,どうですかえとここ最近の状況と、はい、いうことでいきますと。 えとまあ、現状というタイトルで話すのにちょっと矛盾してるんですけれども、えーはい、手持ちの数字が、えー、と令和2年度ということで少し前の話になってしまうんですねで今,今今どうかっていうところがなかなか感じづらい、うん。 はい、というところがございまして、そこがなかなか大変だなって思っているところです。まあの数値にするっていうのは非常にあのなかなか難しいところだと思いますけれども、ただここからはじゃあどういうような取り組みができるのかというを含めてですね、今日はお話を伺ってまいります。さて、えー、群馬のゴミの問題の現状というタイトルになっておりますけれども、ゴミというのは私たちのまあ生活の中から毎日出る身近なもの,の話ではありますが。 えでもいろんなところからゴミと出ているような気がしますそう考えるとすごく幅広いですよね、荒井さんね、そのゴミっていうのはね、そもそもそのじゃあゴミとは一体何なのかというところから紐解きたいと思いますがゴミとゴミって何かというところを考えるために、ちょっと固い話させていただきます、えーはい、法律の話から始めたいいと思います。 でゴミに関する法律って言いますと、はい、廃棄物の処理および清掃に関する法律、まあ、いわゆる廃棄物処理法っていうものなんですけれども、えー、こういう法律があります。でやっぱり法律なんで固い言葉でゴミじゃなくて廃棄物っていう形になってるっていう感じなんですけどもどまあ日常会話でしたら、えー、廃棄物っていうのはゴミを固く言い直したそんな感じだけっていう感じになるんですけども。はい 廃棄物処理法の中では、廃棄物の定義がこのようになっています。廃棄、はい、物とは、えー、ゴミ粗大ごみ、燃え殻、おで、粉尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物、または不要物であって、固形状、または液状のものというふうになっていますだいぶ難しい表現ですね、<laughs> でも非常に分かりやすいですけども。<laughs> なるほどこの廃棄物の中にゴミがありますよね。そうですね、うんえー、廃棄物処理法の話をもう少し進めまして、はいえー、廃棄物はどのように分けられているか、えーえー、その中でゴミはどのような位置づけなのかそういったところを見ていきたいと思います。こちらの方をご覧ください、えー、えっとす 産業廃棄物というところからいきたいと思うんですけれども <Yeah. S 2>、えー、産業廃棄物って言いますと、えー、家庭から出るものじゃないものこういったものはすべて産業廃棄物だというふうに思われがちなところがあるんですけれども、はい、実際はそんなことはありませんで、えー、小さい字で書いてあるんですけれども事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類 ここれが産業廃棄物っていうことになります細かい話をしていくと、えー、すごくごちゃごちゃして難しい話になっちゃうんですね。なのであんまり細かいところにはいかないんですけれども例えばですねここにこの紙使ってちょっと、はい、あの確認しながら進めてるんですけれども、はい、えとこれがこの仕事終わってまあじゃあもういいですよってなった時に、はいえー、これは捨てていくことになるんですけれども。 まあ、県庁という仕事の中で出たものですから産業廃棄物になるんじゃないかっていうふうな考え方もあるんですけども、はい、そういうわけじゃないんですね。なくてでこの場合のこの紙はこの紙の場合ですとこの法,律であ法令で定められた20種類この中に入ってないからなんですね。あそうなんですねではこう産業廃棄物でないというと何になるんですかねこれは,はい えと産業廃棄物、まあ、下の方に書いてありますけれども、はい、そうでないものについては、えー、と上の方一般廃棄物ということとになります一般廃棄物いうものは法律上ではゴミと飼っという形に分けられます。こうしてみるとえー、とゴミっというのは一般廃棄物の中で飼料でないもの、うん、ということになります。 でまあ、固い話でこのゴミの定義みたいなのをしてしまってるんですけれども、はい、今回、えー、と群馬のゴミ問題の現状ということで、えー、えとお話しさせていただいているんですけどもこのゴミっていうものについてもこの区分の中のゴミっていうことのお話になります<は>でうんとさらに言ってしまうとゴミっていうのは、えー、えと生活系ゴミと事業系ゴミというふうに分けられます。はい で、この紙で言いますと、うん、ええと、県庁での仕事っていうところから出てきてますので、はいはい、ええと、事業系ゴミというふうになります、なるほど、なるほど。で、あと、一般の家庭の方で出るゴミについては、えー、生活系ゴミというふうになります,す、ね。非常にわかりやすいですね。はい。で、あと、ゴミをさらに、はい、ええと、性質ですとか、うん、ええと、携帯、そういったところで分けますと。 えと可燃ごみ粗大ごみ不燃ごみのような言い方もできます。はい、で、えー、この紙で言いますとこの図の中では、えー、可燃ごみのところに紙って小さく書いてあるんですけれども、えー、えーと可燃ごみっていうふうに書いてあるんですけれども実際はこれを、はい、えーと再生する。 っていう形になりますので、資源ゴミっていう言い方の方がいいのかなっていう風になります。でまあちょっと余談なんですけども、紙は何でもあのリサイクルできるかって言うと、えっと。なんかビニールがコーティングしてあったりすると。 えと資源ごみとして扱えないものもあったりするんで、ええ、ちょっと注意が必要です。ちょっと余談なですからいやいやでもすごく大事ですよね、はい、今っていろんなコーティングされたきれいな紙があったりとかしますから、家の中でもこう分別するのに非常に難しかったりとかすると思いますけども、えー、今、じゃあ燃やすとか再生するというフレーズが出てきましたが出されたごみっていうのは、その後どうなっていくんですかっ、はいえー、とそうしましたらごみ処理の流れについて、はい、お話ししたいと思います。はい えとこれはゴミ処理の流れの1つの例です、えーえと。可燃ごみ、左の上の方ですね、で不燃ごみ、こういったものを多分、ゴミステーションの方に出されることが多いのかなと思います。はいでまあ、ここはご存知だと思うんですけどゴミステーションに出されたものは収集車が来て、えー、収集して持っていきます。えー、で可燃ごみの場合ですと えーと矢印が右の方に行ってそこから下に行った焼却ですね、はい、焼却されるというのが多くなってますでさらに焼却されると灰が出ます、はい、その灰はさらに右下の方に行って埋め立てという形にえと処理されていきますであと可燃ごみでも下の焼却の方に行かずに上の方に行くと 堆肥化っていあとはますあとまた別のパターンとして、えー、固形燃料化固めて燃料にするということですね、はい、そういうこともありますであとは焼却されたけれども肺を、えー、とちょっと上に行って、えー、高温で肺を高温で溶かす肺溶油っていうものをして、えー、と溶油スラグになるという,<ー>いうものもあります。 あと不燃ごみの場合真ん中あたりから出てくるところですと破砕選別っていうところにえ細かく砕いてーと資源になるものとならないものに分けてなるものについては下のリサイクルの方に行ってえならないものについては埋め立てるこんなようなこともあります。あとはですね粗大ごみ。まあ 火災に行ったりリ,タリサイクルに行ったりするんですけれども、えー、と実際、すごく使えるものがもう出てきてくることもありまして、えー、そうすると,、えー、とこれきれいにして販売するそういったようなこともあります。うんはい、であととと紙でで言いいますとこの資源ごみでいくと、えーと 溶かして再び紙再生紙になったりするとになる、うんあまあ、いろんな処理方法があることがこの説明の中からです、ね、皆さんもお分かりになったと思いますが、あのー、気になるのがやっぱり群馬県内からはどれぐらいのゴミが出ているのかというところだと思うんですよね、それであの先ほどのゴミ処理の流れの中でリサイクルされるものがあるということがありましたどのくらいリサイクルされているのかこの辺も気になります,お願いしますそうしましたらこちらの方法をご覧ください。 あの最初の方のご挨拶の中でも申し上げたりしたんですけども量が多いというところのお話です。こ,こちらがえと冒頭申し上げたとおり令和2年度の数字になります。で群馬県と全国でどのくらいのゴミが排出されたかっていう表がまず上の方にございます。群馬県内では1年間で70万8千トンのゴミが排出されてるんですね。はい でえー、とこれ70万8000トンは大きすぎてちょっと実感が分かりづらいので、えー、1>, えと1人1日あたりっていうふうにしますと990グラム、はい、ということになります、うん、で一方全国ではどうかっていいますと、えー、1年間で4167万トン1人1日あたりですと901グラム、うん、えーですので、えー、と全国よりも群馬の方が多いと。 そうい,うと、ね、いうのが現象ですでグラフの方が、えー、全国と群馬の1人1日当たりの、えー、ゴミ排出量の推移なんですけれども、はいえー、平成17年頃グラフの一番左足の辺は、えー、と群馬県と全国大体同じぐらいの も全国並みだったんですけれども18年度ぐらいから差がつき始めてそのまま来てしまっているとそういう状況にありますで、あの下から何番目みたいな話も冒頭ございましたけれどもえこれが全左の表が えと都道府県別の順位にしたもので、ゴミの排出量が少ない順に並べてあります、はい、群馬は左の列からだーっていって、そこにはなくて、右の列に入って、<laughs> せめてあの一つの例にしてほしかったですね 2> <laughs>、えー、2列にしちゃってるから、ものすごく悪い感じがいたしますけど、下からいくと6番目と、6番目なんです、ね、<laughs> 下から6番目ということですね。はい、うんはい でえー、っと市町村別があるんですけれども全国平均が黄色く塗ってあるところでそれよりも少なかったっていうところが10町村っていうことでした。はい、でもう一個リサイクルのお話がございましたけれどもリサイクルにつきましては。よっ,、えーっと 令和2年度同じく令和2年度なんですけれども<え>えと出されたゴミの14.3%がリサイクルされましたですね、はいでえー、と群馬県と,、えー、と全国の下の方にグラフの方をまた作ってありますけれども一番最初の方平成13年度の辺は一緒なんですけれども、はい、14年度の頃から差がつき始めて 大体4ポイントから6ポイントの差が今、あるという状況になってますこのリサイクル率の,やはりこの幅が大きくなっているというのはちょっとやはり残念ですよね。よねそうですねでまた並べてみますけれども高い順リサイクル率の高い順に並べますとまた2列目に参 <laughs> まいりまして40番目 <laughs> えと下から8番目と。 で市町村別で全国平均より上なのが5町村という結果でした、はい、なるほどあのこうやって、えー、順位付けをされるとやはりなんかの寂しいなという部分がありますがこれ要因としてもいろんなものが考えられると思いますけどもねいろんな、ね、要因があると思いますがその点はどうでしょうかどういうことがまず考えられるんでしょう,うんどうもありますかそうですねいろいろ考え <laughs> <laughs> なんとも難しいところだとは思うんですけれども <laughs> やはりこ、ね、車文化っていうのもあると思うんですよねだからどうしても車で行ってしまうと余計なものものめ乗せられるというか、うん、買ってこれてしまうとかいつか使うんじゃないかしらみたいなところでストック物をねあたりもするっていうところがもしかしたらその,あのゴミの排出量が前後で、まあ、下から6番目という数値も驚きましたけども残念な結果なんですがこのようにゴミが多いというまあ どんな問題がこう群馬県でも出てくるのかっていうところですよね。はい。はい、まあゴミが多くて何が問題かっていうことなんですけれども、うんはい、えっといろいろ問題の方はあります。えー、でこちらがまず、えー、年間のゴミ処理費用を人口で割ったもの一人当たりの金額です。でグラフの方を見ていただきますと、まあ濃い青の方が群馬県なんですけれども、令和二年度。 のところが大体1万2500円、はい、まあ表の方に1万2481円というふうにございますけれども、えー、とそのぐらいの費用がかかっているということです。ここれ年間ってことですよ、ね、そうですねねそうもし4人家族でしたら1世帯5万円ということになりますので、ごみ処理にはすごく多くの費用がかかっていて、ごみが増えれば、えー、と処理費用もかかってしまう、そう,ですね、そういう問題がまずあります。はいはいで えと次に最終処分場埋め立て地の問題なんですけれどもえとこれちょっとごちゃごちゃした複雑な図なんですけれども左の方がえとどれだけのどういうゴミがどれだけ出たかで真ん中あたりがどういう施設でどういう処理をしたかで一番右が最終的にどうなったかという作りになっています。はい でえー、と県内で発生した、えー、とゴミの量が左上の部分総排出量70万8460トンでこれのうち真ん中のところに行きまして真ん中の一番上が焼却施設ですけれども、はい、58万1945トンこれが焼却されていますでは<ー>焼却されたものの多くは、はい、そのまま右の最終処分場の方に。えー 埋め立てられるというふうになります。で、あとは、不燃組の中でも、えっ、ー、と、最終処分場の方最終処分場のほに入るのがありますので。えっ、ー、と、最終的に、七万四百九十三トンが埋め,埋め立てられているということになります。はい、で、えっ、ー、と、こうやって、このまんまじゃんじゃかじゃんじゃか埋めていくと。 まあ大げさな話になっちゃうかもしれないんですけどゴミの行き場がなくなるみたいなそんなことも考えなくちゃいけないかもしれないです。えー、で、えー、と途中で焼却の方が58万何トンだという話をさせていただいたんですけれども、えー、と焼却するっていうと CO2 二酸化炭素が出ます。はい、であとゴミを燃やすために燃料も使ってますのでこの燃料の CO2 も出ますし、はい、あとゴミ運ぶのにも CO2 を使っている、うん、なのでゴミを出すっていうことが地球温暖化の原因にもなるとそういう問題もありますなるほどだから僕らが生活する上でゴミを出していること自体が地球環境を犯してしまっているっていう現状をちゃんと理解することがやっぱり大事とこのゴミが多いとまあ費用面も埋め立て地そして環境面といろんな問題があるっていうことを説明いただきましたけども。 この課題について、県としてどのような取り組みをされてるんでしょうか。はい、はい、えっと、いろいろ取り組みの方もしているところです。えっ、えと、この円グラフなんですけれども、えー、焼却施設限定なんですけれども、はい、可燃ごみの組成分析。どういったものが含まれてたかというのを分析したものです。はい。で、青い部分が、えー、生ごみで、これが三十九パーセントです。で、次が。 オレンジのところが紙布類で30%、はい、で、灰色のところのビニール等を続く分けが16%まあ、これらが大きなところとなっています。で、これらのものに対してそれぞれ取り組みをしているんです。けれども、はい、えっと。例えば生ごみに対しては3。切り運動の推進とか、えっ、ー、と生ごみの中にまだ食べられるのに。 ってしまう食品ロスというものがありますでこれを減らすためにもったいない運動の実践というのとフードバンクの支援これ2つの柱で取り組みを行っていますで。ちょっと少し詳し詳く お話し,しますけども、ええ、先ほどさらっと三切り運動なんて言っちゃったんですけども三切,、ね、え三切り運動っていうのは、えー、と食べ切り使い切り水切りの3つの切りによって生ごみを減らしましょうというものです、はい、でつまりうんと作った料理を、えー、とちゃんと最後まで食べ切る食べ切り、はい、で、えー、と余計なものを買ってきたりしないで,でまた買ったものはちゃんと使い切る、えー、と食材の使い切り。はい あと生ごみが出たらその水分を減らす水切りこの3つの切りを進める運動です。これが3切りですねそれで次に、えー、と食品ロスの話ですけれども、はい、えーともったいない運動の実践ということでお話ししましたけれども外食時の食べ残しの持ち帰る、はい、ドギーバッグっていう普及啓多く、えー、普及啓発してるんですけれども。 えーとこのお話をしたいいと思いますその前にですねもったいない運動というのがローマ字で書いてあるんですけれども、えー、えーとこれローマ字で書いてあるのが、えー、とノーベル平和賞を受賞したケニア出身のワンガリ・マータイさんという方が、はい、えーと日本の「もったいない」という言葉これに、えー、と感銘を受けまして。で これは世界共通語にしましょうと、なるほどそういうお話がありましたので、こういう表記にしております。はい。で、この写真なんですけれども、令和2年度にニュードギーバックアイデアコンテスト。っていうものをやりました中で、群馬県省というのを受賞しました。ドギーバックで。えっ縄文バッグと名付けられてます。縄文バッグはい。で、県では、えー、と、外食時の食べ残しを。えー、と、持ち帰るドギーバック、これを普及する。 ために、えっと、実際に飲食店さんに使ってもらおうということで県の方ででょっと一旦作ってどうですか使ってみてどうですかというような事業を行っています。はい、でい食べ残しを持ち帰るっていうことなんですけれども、ええ、うんとどうしても食べ残しが出ちゃったっいう時はまあまあしょうがないのはしょうがないんですけれども、えええー、そもそも食べ残しが生じないことが大事です。うんうん はい、で県では「食べきり協力店」という登録制度を作ってます、はい。でドギーバッグによる食べ残しの持ち帰りも、まあ、登,録店のであの登録できるんですけれども、えー、と食べ残しが出ないようにも、えー、りメニューでの提供ですとかそういったような取り組みを行う店舗も、えー、と登録できるようになってますので、うん、この「食べきり協力店」っていうものを PR することによって そそもそもの食べ残ししを減らしてていいいきたういいうふうに考えてますやっぱりあのどうしても女性だったりとかするとねあの本当にあの料理がちょっと多かったりとかするととても食べきれないとかねそういう時は僕連れてってくれたらもういくらでも食べれますけど <laughs> あの、ね、そういう時には一番優しい体型だと思いますがでもそういうものが残ってしまうっていう現状はどうしてもあるからその辺でも非常にいい取り組みだと思いますよね。はい、はい <で>さてそのほかにも,、ね、もう一とお話ししてもいますはいも次にフードバンクの支援はい。でえっ、ー、とフードバンク活動っていうのはえっ、ー、とまだ安全に食べられる食品をフードバンクっていうところに。 あの寄付しましまて、はい、でそこからえと児童養護施設ですとかえーとホームレスさんの支援団体ですとか、うん、そういったところへえと提供するまだ食べられる食品を必要な方へという運動になります、はい、でこれをあの支援するためにフードバンクガイドッブックというものを作りましてえと情報を提供する、はい、そういったことをやっています。 でさらにです、ね、家庭で余ってしまうような食品これについては、はい、えとそれをフードバンクに寄付するためにフードドライブというような活動を行っています。 これも捨てられてしまうかもしれない食品が有効活用されるという食品ロス削減につながる活動です。で、えー、と県の方ではフードドライブ実施マニュアルというものを作成しまして、はい、このフードドライブの輪が広がっていくような手助けの方をしています。であとと食品のの話が続いたんですすけけれれどどもも、えー、この円グラフに戻りま ちょっとバタバタっといきますけど紙、布類につきましてはえと市町村ですとかえと地域の団体ですとかそういったところでの集団回収でえと分別してリサイクルするリサイクルするそういったことをやっていますしビニール等につきましてはえとプラスチックごみ削減ということでえとマイボトル。 内藤さんもお持ちですけれどもえとですとかリユース食器えとスタイル使い捨てにしないあのイベントなどで出るものって使い捨てにしちゃうのが多いんですけれどもそれを使い捨てにしないリユース食器まあそういう活動を進めていますしあともうマイバッグについてはもう皆さんお持ちの方が多いしまあほとんどと言ってもいい。 ぐらいお持ちになっているかと思うんですけれどもレジ袋の削減を進める環境に優しい買い物スタイル、はい、こういったことを普及、促進ということであのいろいろちょっと PR させてもらいましたいやでもあのたくさん取り組みされてるって県の取り組みがいろんなことがあるんだということが非常に分かりましたけども効果はどうですか、えー、なかなかこれが。えー、ええ ます。はい、るうでこのグラフがあのちょっと前にも出てきました 1>,、はい、えと1人1日あたりのゴミ排出量の方をちょっといじってあるんですけれども、えー、とこのグラフで見てきますと平成18年度のあたりから平成29年度のところまでだーっと下がっていってて、えー、この11年間で、えー、と1人1日あたりのゴミ排出量っていうのは1 9 1ム 減っていまあ、あのー、一定程度取り組みの効果が出たのかなというふうに考えてます、うんはい、で一方でなんですけどもその平成29年度から真横へずっと行く横ばいになってしまってるんですねここが苦しいなというふうに思ってるところですう苦労されてるっていうかねな,んかこうなかなかこう結果に出てこないというのはありますけども。 グラフこの平成12年度っていうところのなんか矢印があるんですかね、この矢印は群馬県の削減の目標を示しています。令和12年度の1人1日あたりのゴミ排出量を805グラム、上の表の方にも示してあるんですけれども、1人1日あたり805グラムにしようということが目標になっています。はいうん でこの目標というのは、えー、と令和2年度に群馬県あ第3次群馬県循環型社会づくり推進計画というのを策定しましてでその中で先ほどの令和12年度の1人1日あたりごみ、えー、の排出量を8 0 5ムとするという目標を定めています、えーでまあ、いろいろやってきた上でさらに削減するというものですので、うん 結構高いハードルかなというふうにも思っています。はい、ただ、えっ、ー、と皆様の協力を仰ぎながら、えー、この目標を達成に向けて頑張っていきたいなというふうに思っております。ね、あのこういう事例がある、この数字が目標なんだということをもうどんどん県民の皆さんにアピールしていただいてでできたらいいなじゃなくて。 やるんだぜっていう県の方針をし示していただけると。 僕らもやっぱりあの放送でも全然言いますよ目標何グラムらしいよっていうでなんかそういうものでね少しずつ皆さんの環境が良くなる要はイコール僕らが県民が生みやすくなるんだっていうのが出てくるっていうのが非常にやっぱり魅力的だし意味があるのかなとお話を聞いて思いましたこの時間はですね荒井補佐にお話を伺いましてどうもありがとうございましたありがとうございましたどうぞ拍手をお送りくださいいいろんなががあるととうことが分かりました さて、えー、全国的に見てもですね家庭ごみの排出量が多い群馬県ということで、えー、ご説明もありましたで、皆さんもですね、えー、ご承知の上ではかもしれませんがさあごみを減らす取り組みがいろいろと、まあ、課題でもあると。 で第二部ではですね、えー、楽しくゴミ減量を行うためのアイデアを山本知事と株式会社ポリポリの伊藤代表による県民の皆さんとのオンライン座談会で深掘りをしていただきたいと思っております。これあもゆっくりとお楽しみください。さて第一部は終了いたします。第二部はこのまま、えー、15時20分、えー、少々ですねお時間いただきまして、お、え、十、ー、分ほどの休憩をいただいた後にですね第二部スタートしてまいります。どうぞ最後までお楽しみください。どうもありがとうございました。